これどんな感じ？大丈夫？これ。これ二重に聞こえてない？これ二重に聞こえてない？大丈夫？オッケー。こもって嘘つく！この野郎！こもってねえだろ！嘘だろ！これは、これは、これは、変わらん、変わらんか、これ変わらんのか、これ嘘だろ。アンドロイドじゃねえわ俺、そもそも。普通に聞けるならいいじゃん、もう普通に聞けるんだったら。もうおでまれがいたずらしまくってる、おでまれがいたずらしまくってる。もう大丈夫、こちら iPhone、 OK。 いいじゃん、これでもう。え？次や。大原さんから行くか？じゃあまず大原さんから見やすいように。スマホ配信の方が声はっきりしてました。まあいいよこれでも。え、声がこもってるってこと？これ声がこもってるのかな。あ、あ、あ、まあいいやこれで。めんどくせえし。うん、iPhone はクリア。めんどくせえ。全然変わんないんだけど。あ、あ、あ、以前より音が小さくなった。もうこれぐらいでいいじゃん。あーサベンヤーママリチワワー、でかい。もうあーママリチワワー、ふんぼぼふんぼぼ。おだまの誕生日いつです？うちの子は9月7日生まれでもうすぐ3ヶ月です。え、僕のワンちゃんは8月27日でもうすぐで、誕生日です。うん。大原のパルが、だからね、ニャフーニュースで、まあ、出てると。ちょっと待ってな。
こっちだったらあれでいける。誕生日ではないね、誕生日ではないけど、うん、来た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 、これか、これだな。これか。これだな。ほんでお出まりいるよ。これでしょ。見やすい？オッケー。今度こそいける？ねえ、おでまる後ろで何やってんの？すごいんだけど、後ろで暴れてて。じゃあ、ね、まるっとか、ね、読んでいきましょう。憧れてた芸能界には手が届かなかったと。これ見やすいな。これ見やすいわ、めちゃくちゃ。これは見やすいぞ、マジで。おう。動画配信だけが唯一の居場所だった。41歳のめり込んだ迷惑系焼肉店の卓上に土足。罪に問われた被告が譲れなかったもの。うわ、5ページあるんだけど、これ。あと5ページじゃねえわ、これだ。え、男性が迷惑行為した渋谷焼肉店周辺地図。これもできるとね。憧れていた芸能界には手が届かなかった。たどり着いた先はインターネット上で過激な動画を公開して稼ぐ迷惑系配信者だった。配信だけが唯一の居場所だった。東京都内の焼肉店の卓上に土足で上がり騒いだとして威力業務妨害に問われた男性41は、なんでこれって名前公開されないの、これなぜ名前公開されないの。漢字一つ間違えたら腹筋一回？いや、もう無理。もう被告じゃないから？もうダメなの？名前出しちゃう。ねえ、おでまる、ちょっと待って、なんでそれ持ってんの？おでまる、なんでそれ持ってるの？これダメじゃん。もうおでまる、これ持ってきてた。ねえ、引っこ抜いてこれ持ってきたんだけど、これ。引っこ抜いて。やめてください、やめてください。もうこれ大事なものなんですから。もうやめてください。しかも後ろでうんちしてた。だからなんかとんでもねえ元気だなと思ったら、めっちゃうんちしてた。おでまるさん、
に動いてくれ。もう自由に。おでまる。ララちゃんもしてた。トイレでうんこしてくれるのはありがたいね。トイレでうんこはね。ちょっと待って。やばいやばい、もう悪さし めっちゃしてる。もうずっと悪さしてる。ちょっとまたなんでそれ取ってくんの。ちょ返して。これはだ、ちょもうちょっと待って、返して。それ俺ちょっと返、ちょ待って、返して。ダメ、これ取っちゃビタアップルかつけるか。これもうこれで遊びなさいよ。ほら。じゃあのマットの、このマットのさ、あのあるわかる、あのね、配線じゃない、なんだっけ。ララちゃんも端っこ取る。じゃ続き読みます。法廷でも、なお配信動画配信にこだわる姿を崩さなかった共同通信、助川明氏、助川明氏さん、書いたのね、過激動画で何度も炎上、自称インフルエンサー。今年8月、東京地裁で開かれた初公判。ダークスーツに耳を包み、被告席に座った男性は落ち着かない様子で辺りを見回していた。おでばるー、またそれ取ってきた。もうやばいんだけど。これ取ってきちゃダメって言ってるじゃん、もうこれ取って走り回ってるんだけどもね、えこれをずっと。何その顔は、何その顔は。ね、まあいいや、一回ちょっと無視するか。落ち着かない様子であたり目を見回していた。動画配信で明るい金色だった髪は黒く、染まっている。裁判官、何やってんのあんた、またそれ引っ張って、こら、裁判官から職業を尋ねられると、インフルエンサーです。でも新野鳥って別にインフルエンサーじゃないよね。ちなみに新野鳥ってインフルエンサーの仕事回されたんだよ。一回回されたことがあるんだけど、それ断ったんだよ。だから新野鳥はインフル、ちょっと待って、それ噛み砕くのはやめて。なんか食ってるし。おあ、終わったわこれ、ほら終わった。いたずらされるこれ。ビターアップルをちょっと買おうかな。もう20になる。
あーもういいこと考えたわ。ムカついた。これ使うわ。うん、これ使う。これね、悪さしたらこれすればいいでしょ。ねえ、怖いやつ持ってきたから大丈夫。もう、うん、いたずら防止用の苦いスプレー売ってるよ。ちょっとそれ欲しいね。ちょっとね、マジで。うん、しっこ漏らすぞ。大丈夫、うん、これ持って配信する。悪さしたらこれやるから。もう、あーっつって、これもう俺武器ね、これ。オデの声より音小さくね。当たり前じゃないそれ。バカなの。いや、オデマルビビってる、マジで。オデマルビビって俺の近く離れないんだけど。まあいいや、これで。高校中退後、芸能界を目指したが挫折、職を転々とする中動画配信を始めた、当初は、ダンスやファンとの交流がメインだった内容は次第に過激さを増していく。最初から新やっちゃう過激だよ、うん、もう最初から最後までね。みんな、高校中退後、芸能界を目指したが挫折、職を転々とする中動画配信を始めた。当初はダンスやファンとの交流がメインだった内容は次第に過激さを増していく。軽自動車を無免許運転、交番に無断で侵入、うん、警察に逮捕される事態も何度も引き起こした。だがネット上で批判を集める、炎上を繰り返すために注目は集まった。交流サイトのフォロワー数は15万人を超えるまでになった。警察芸だよね、ずっと。警察芸です、これがね、俗に言う、まあ、炎上系配信者ってやつだね。あと迷惑系配信もいろいろ言われるよね、これね。今回の事件で起きたのは昨年8月の夜のこと。男性は別の配信者がいた東京渋谷区の焼肉店を訪れる様子を動画配信していた。当時アルコール度数の高いストロング系チューハイやウォッカを何本も飲んでいて酩酊状態の中、この配信者が動画配信プラットフォームの規約に違反する音楽を携帯電話で流し始めた。赤番されてしまうと思い携帯を奪って止めようと思いました。酔っ払って周りが見えてませんでした。大声を出しながら土足で、卓上に暴れ回る行為はそのまま生放送された。店には苦情の電話が殺到、2日にわたる消毒作業を余儀なくされた。てかさ、そこまで消毒作業あれ必要なの？あれ一つ疑問に思ったんだけど、そこまであれ必要なくね？だって机だけでしょあれ。ねえ、そこまで消毒作業が必要だったのかな？ねえ、
株価も落ちた。どうしたの？次。後日店には菓子折りを持って謝罪したが、この時も生配信を行い受け取りは拒否されたという。反省している様子を記録したかったバカだよね。バカだよね。本当に反省している様子を記録したかった。今思えば拒否されてもしょうがないとうなだれた。牛角ね。しきちゃんと、そうしきちゃんと菓子折りを持っていくんだよ、配信つけて。落ちたから買い時だった。地面にはどんな菌がいるかがわからない。まあね、だけどさ、その2日間も消毒、だって机でしょ、机にある2日間も消毒するの、あれかなり時間の無駄じゃない、あれ。気分の問題だよねと。後半では弁護側の証人として男性のファンだという配信者仲の女性が出廷した。保釈中は男性の自宅に通い、身辺の世話をしているといい、今後は迷惑行為をしないよう監督すると約束した。いや、もう絶縁してます。絶縁してます。親族とは絶縁状態という男性は唯一の家族だと思っている。これから何でも相談していくと涙ぐんだ。配信やめるつもりは？男性の問いに、裁判官の問いに男性は、グミちゃんのもうだって絶縁してるでしょ。やらない、もう、もうやらない、いたずらしないねえ、いたずら、おでまる、いたずらしないか。これしまってきてあげるよ。しょうがない。次いたずらしたらあれしよう、もう入れるか、クレートの中に。次いたずらした瞬間入れるか、もうもう3秒以内とかに。配信やめるつもりは？裁判官の問いに男性は。一部指示を聞き終えた裁判官はそもそもなぜ人に迷惑をかけるまで酒を飲んだのか尋ねた。男性はもともと人と話すのが苦手、お酒を飲むとコミュニケーション能力が、向上する気がした。本当は酒の味は嫌いだけど配信を動画を配信するときは飲んでいたと打ち明ける。さらに裁判官はここまで動画配信にこだわるのは異常で世間の感覚とずれていると述べ、配信以外に別の仕事をする点選択肢はないのかと問いかけた。この質問に男性は、生活費や活動資金は動画から得た収益で賄っていると説明。いろんな仕事をしたけど続かなかった。動画配信を撮られたら自分が成り立たない。これからも続きさせてほしいと証言台から身を乗り出さんばかりに懇願した。男性は最後まで自分が配信者であることに、続けた。判決後最初に取った行動、あ、やばい、
法廷で被害者の方に迷惑をかけて申し訳ないと謝罪や反省の言葉を何度も口にする一方、配信やめることは固くない拒否し続けた男性、9月言い渡されたのは懲役10年執行猶予4年の判決だったと。やばい。裁判官は執行猶予は無罪放免の制度ではないと釘を刺し、次に法廷に来るときは刑務所に行くときです、覚悟を持って生活してくださいと諭した。判決後、地裁前には裁判を傍聴したファンや配信者仲間が待ち構えていた。姿を見せた男性が最初にしたのは自身の有罪を報告する生配信だったと。あ、10年10ヶ月長いね。執行猶予の4年。この人、俺も言ったよ。俺も言った。ちゃんとね、俺は、ね、激写したから俺。深夜中が来た瞬間も。そう、4年のうちにやらかしたら刑務所。ねえ、もうだから、深夜中は、もう無理なんです。深夜中はもう、やめられません。やばい、おでまるが完全にビビってるんだけど。おでまる？ここ来る？おでまるここ来る？いる？おいでで来なくなったんだけど、おでまるが。掃除機効果で。でも足の下に来る。ひたすら音なくしてもでもさ、あれだよ。でももうすでにおとなしくないけどね。暴れ回ってたし。てかあれさ、焼肉の時配信者たくさんいてたのに止めようともあまりしなかったのも謎だよ。巻き込まれたくなかったんで。みんなだってさ、なんかさ、巻き込まれたくないとかあるでしょ。でもねえ、巻き込まれたくないとかさあるじゃん。それだったんじゃない。もうだからさ、もうなんかめんどくさいみたいな。止めたら余計ヒートアップするからだろう。あの時すごかった。いや、止めてたよ、みんなも。実際。やめろ、やめろって。やめろ、やめろって止めてたんだけど、結局はヒートアップしちゃったんだよね、あれね。そう、勝手に来てね、勝手にヒートアップされてもみんなね、対応してできないでしょ。ねえ。あの、野田総理が、あれだよ、ポンちゃんっていうあのさ、なんか、えぐい人いるじゃん。ねえ、えぐい人。こんな体してるじゃん。はや、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 いや、いや、いや、で、なんかさ、なんか、すごい人。ねえ、ナルトの世界にいそうな人。うん。なんか、そう、ちっちゃいあれ。言葉が悪いよ、すいません。
デブたくさん言ってたのにガチ止めれなかったのかなって。おもちくんに似てるよね。誰だろう、おもちくん知ってる？おもちくん、おもちくん知ってる？うん、ねえ、いやだからあれからもうね、まあやっちゃが悪いよ、だってあれしょうがないよ、もうね、もう執行猶予4年だ、10だから、なんかやらかしたら懲役10年確定なんだよね、次ね、10年じゃない、懲役10ヶ月が確定なんだよね、なんかしたら捕まったり、なんか悪さして捕まったりしたらマジで一発でしょ。さすがにそういうことはもうやらないとは思うけど、もう起訴されたら一発ってやつだよね、だから、うん、小さい子供、10ヶ月ぐらい包んだんだなって、そうだよみんな、え、でもまあまあ、あ、でも あれは どうなんだろうね、うん、でも あの時もお店からお客さん全員消えたって言ってたからね、うん、もうあの時お客さん全員消えたんだって、あの時深夜茶が暴れるから。迷惑系の見せしもあるんかなって、いや今んとこ仕向けてる人間はあのミュウツーしかいない、ミュウツー、ミュウツーってさんしかいないっすね。あの最中でいきなり食べれないよ、違う店行くか、確かにねえ、全員が全員顔をさらされたいわけじゃないからね、別に全員が全員さ顔さら、なんかねえ、だって自分に何の利益もないじゃんね、映るのも嫌だっていう人いるからね、やっぱね、今更だけど何の話、これだよ、深夜っちょがあのにね取材されてた、深夜っちょが、わあこんにちは、ドンツクロスコイみーちゃん、デマルみーちゃん来たよ、デマルのファンの、デマルファンのみーちゃんです、にょんみーちゃん、みーちゃんよ、こんにちは、デマルみーちゃん、こんにちは、大人の顔になったね、おデマル、ちょっとね、うん、ありがとうございます、ミニボーナスも、うん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 、テレビの取材とか見ると逃げる、あ、わかる、俺もやだもん、なんかさ、あれ自分が映されてるとかじゃなくて、なんか映るのが嫌だよね、あれ映るのが嫌だ。俺も嫌だし。うん。大原さんおとなしくしてないんや、してないしてない。よし、次のニュースいくか。まあこんな感じでですね、大原さん、まあまだ続けます。いつか捕まります。なんかないかな、他にニュース。今日も可愛いです。ダンスクラスクイー。アニマル来たよ。
みーちゃんからまた来たよ。眠りー来たよ。あれやばい、こっち向かない。わっしょい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 。ありがとう。で次です、次です。ちょっとじゃないよ、めちゃくちゃでかくなってるよこの子。なんだこれは。なんて言ってるこれ。来るが出会い系で知り合った男性二股をかけられたと。え？彼氏と別れた方がいい。ね、クルちゃんにはもっとね立派な。待って待って、これ音楽俺に流れないんだけど。なんか今日仕事もあるらしい。え？明日か？仕事もあるからね。今日帰って。来た。割り切って関係を作りたいで、可愛い子がいたらちょっと付き合ってもいいかなっていう、ね、真相ゲームなんで。だからそこで夢なんて見ない方がいい。やっぱり出会い系とかで会う男はクソでしかないんだよ。クルちゃん。はっきり言う、彼氏と別れた方がいい。ねえ、クルちゃんにはもっとね、立派な男性がいるよ。小前が会いたいコメントしてファンと投げた。明日か？ああ、小前ファンと投げてたと。予定らしいけど。で、俺は紹介するよ。いい男を。あの、配信者だけどね。うん、割り切って関係を作りたい。なるほどね、こちらはね、ちょっと僕がですね、説明したいと思います。こちらについてちゃんとね、よいしょ、こちらについてちゃんと説明したいと思います。くるみはですね、三股かけられてるというか、相手方にですね営業かけられてます。相手はバーの従業員、バーの従業員です。これ実は俺ずっとね、えで、まあなんかセフレがいるらしいです。セフレがなんか1年に1回とかって、まあそんなわけないんだよ。バーのね、バーの店員なんてね、えそれこそ女と その酒飲んでてやりまんの女との関係値なんて高いんだから、でも絶対にいるんだよセフレとかそういうのは。うん、来る。しかもこの彼氏が結構あれで、3B です。なんとですね、営業されてるらしいです。しっかり。で、普通、自分の店に呼んだ女の子だったら、ね、でも彼女がさ、バーでもし来たらさ、それをね、お酒おごるじゃん。しっかり金取られてるらしいです。しっかり。で、来るの、来るがね、言った言葉、え、でも、ちょっと負けてもらってるもん、とかって言って、言ってたんですけれども、もう、カモです。くるみ。くるみはカモです。彼女って紹介してくれるのかな。あ、確かにそれちょっと気になるかも。俺もそれマジちょっと気になるかも。うん、なんかしっかりなんかそう営業かけられてるし、コントロールもされてるみたいです。ちゃんとコントロールも。で、全ての出来事に、例えば東京行くっていうのも肯定してくれると。東京行くよっていうのもちゃんと肯定してくれるし、何をするにも肯定してくれるということです。うん、いいんじゃない？とか。くるみさん、お金をなんと絞られてます、出会い系の。
色恋営業でクルちゃんみたいに女を多くね、なんでそんな人行っちゃうんだろう。3日連続泊まりに来てた話はしてた。あ、出丸さん、来るっていうバカ女がいるんですよ。どうしたらいいですか、お出丸さん。騙されやすい、そう。うん。ね。顔がタイプ、そして優しい。でもあいつさ、ブサイク、あ、ブサイク、イケメン無理って言ってたんだよ、あいつ。イケメン。ねえ、しかもさ、今までさ、付き合ってた男たちも全員ブサイクじゃん。ねえ、狛江といい、何といいって。酒強いからいいかも。パルパルがひどい、不可思議も勧めてた。だってさ、あの多分ふわっち界の三大ブサイクで言ったらマジ忍法中村、あの不可思議もだよ。うん、あのマジでふわっち界の三大ブサイクと言ったら多分この3人だと思う。忍法中村、あ、パルちゃん、あ、パルパル中村、忍法いら、忍法はツイキャスか。パル中村、不可思議も。キングは瀬戸。女が我慢して言う。ねまるちょっとじゃあ自分のベッドで寝るかも。ねまる自分のベッドで。ね。ね。顔が見るだけで緊張するらしい。それが嫌だって言ってたくせにね。うん。それが嫌だってね。トップは花屋さん。あのやばい、もう花屋がもうブサイクというね、もうすごいことになってるね今ね。花屋はブサイクであるっていう、もうあのね、花屋がトップオブブサだよ。昨夜不可思議もの枠で可愛いコメントが飛び交ってた。それぜ、これいる？どれだろう。あー、それね、27日なんですよ。27日から31日の間に投げてほしいんです、それ。 WGP チケットね。でもあそこまで振り切ってたら何も言えない。不可思議もはストーカーめいた行動のイメージしかない。過去にやってるからね、ちゃんと。うん、腰っちゃんだっけかな、確か。うん、俺が詰めたらあいつ泣いちゃった過去に俺があの腰っちゃんの件で不可思議もを爪に詰めたらもう無理とかって言ってあの泣いた。あいつがだって俺に最初喧嘩打ってきたんで、不可思議もが。うん、最初不可思議もが俺に喧嘩打ってきたから俺が勝手にやり返したんだよ。そしたらうんって言って、あいつ、そしたらなんかさ、中村やりすぎいじめみたいな風になったんだよ、また。泣くなよな。
春ふかしも花屋で鳥を組むべき。ふかしもごつい赤ちゃんみたいな顔。そう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 、ねえ、善逸だってひどいよ。いや善逸はもっとひどいよ。うん、もともととある女性のリ女性リスナーさんとね、パコって生でパコって仲出しして、赤ちゃんできてね、赤ちゃんできたら俺の子供じゃねえ、お前は誰とでもやるとかって言って、あの自分の子供否定したんだけど、後に DNA 鑑定して、あの98% が 99% 全員の子供だったっていうのも発覚したからね。鳥嫁決まってる、クリームパン。いやークズだよ。クズだよ、あいつは。あいつでマジでクズだからね。マジだよ。でもだって NG ワードになってるはずだよ、 NG ワード。そうで、それで名誉毀損で訴えられたんだから、あいつ。いや子供に下ろしたんじゃなかったっけかな。来るが中村とやったって言ってたよ。もうそれもう言ってないでしょ。もう過去に言ってたのは知ってるけど、だって唯一女性配信者だったのは来るじゃない俺ね。え、前日にちょいちょい投げてたのにめちゃくちゃショック。なんでだろうね。だって善逸が一番、だって善逸クズだよ、めちゃくちゃ。ティアラちゃんだって配信者じゃないもん。ティアラちゃんは。おで、いたしたの？俺、クルちゃんとだけだとは思うけどね。配信者誰かいるか。クルちゃんだけじゃない、やっぱり。見てたもん、ルイージ宅で中村くん、クルちゃん、イチャイチャ。なんかあれも全部ノリで言ってたんだけどね、俺もう完全に。ノリで。なんかノリがもうどん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 エスカレートしてったよね。ランとは？何ラントはって。悪くなってきた。クルが、電丸持って中村を追いかけましたってこと。クルが電車持って、電話持って中村を追いかけましたってこと。どういうことだろう。ノリでいたしたの。そう、なんか完全になんかね、あいつなんかよく分からなかったもん当時俺は。なんか勝手にリス中村とリスナー、女性リスナーがねやってるみたいな流れになってよく分からなかった、なんかあいつが勝手に携帯電話のロックを解除してきてね、 LINE の中を見たんだよ、あいつ。あいつで勝手になんかその LINE の内容で俺がなんかその女性配信者、あの女性配信者なかったっけ、女性リスナーとつながってるって。いやいや、その業務連絡みたいなことしかしてなかったんだよ俺当時から。なのになんか俺とその女性リスナーがつながってるみたいな。だから当時から何か送ってもらうとか、なんかそのペイペイもらうとかやってたんだよ。ペイペイもらったり、なんかそのね、LINE ペイもらったり、直接ねやってたりなんかしてたから、その時ありがとうございますとかね、そういう連絡の返しするじゃん。だからそれになんか俺がなんかね浮気をするのではないかみたいな感じで、なんか付き合いませんとかって言われて、意味がわからんと思って。
隊長、ラタンと疑惑が出てます。どういうことですか？ラタンと俺が？ちょっとラタンに電話してみる。ラタン配信中でしょ多分今。ラタンどこ？あいつどこだっけ？やべえ、佐々木なんてどこだっけ？あった、いた、いた。中丸の家に泊めたからじゃ、俺佐々木蘭を俺家に泊めたことないよ、俺と佐々木蘭家に泊めたことないよ俺、マジで。なんで俺が佐々木蘭を止めたことになるの？そう、俺が佐々木蘭に襲われたんだよ。野間ちゃんはたまに止まってますけど、くるちゃんが何度もお借りを求めて中村を追いましたって。そうだよ、俺はクルちゃんにも襲われたことはあります。あんなに俺のことブサイクだ無理だとかって言ってきながらね、あの築地の時も襲われました。ここに暴露します。あら、開放的ですな。だけど俺は断りました。フェイが迎えに来た日で止まってないの？止まってない、止まってない、止まってないよあの日。俺寝たし、なんだったら。俺あの時どうしたんだっけ、あの後ね、でもね、佐々木蘭が北綾瀬まで来て、そうで家で飲んで配信やって、でベッドに入って寝てたみたいな。でフェイがブチ切れて LINE をしてきたんだよ。築地の後どうなった？何築地の後って誰？あ、来る？あいつもね、ほんとなんか幸せになれない女ですよ。くるみも、くるみはくるみで今までずっといろんな男に騙されてきてさ、バカみたいに。築地の部屋下、あのあとすぐクルちゃん用事があって帰ったよ。あとね、2人とも、あれ帰ったんじゃなかったっけかな。可愛いのにね。だってさ、もっとあの俺よりも配信歴長いからさ、どん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 年数重ねていくわけじゃん、クルって。もう初期の頃って確かにまだ可愛かったんだよ。だけど見てみ、劣化具合を。もうやっぱさね、あんだけ毎日のようにね、ストレスを抱えてる女性って老けるのもえぐいんだね。おで、クルちゃんを救ってあげたら、ショーと可愛いクルが、もう30超えると女性はおっさんになるよ。まあそうなの。今も可愛いだろう。いや、前のクルを知ってるからこそやっぱもうあれだなって思うよ。てかさ、思ったんだけど、マジでさ、
あの配信者のあの30代超えの配信者どんどん増えてってるよね、マジでね。ケツ叩いちゃって、かわいいイメージは前だね。でもね、クルちゃんの親って毒親、クルちゃんの親やばいやつらだよ。あのマジ自分の娘を宗教団体に勧誘させて、もう数十万円取ってるんだから、もう数十万円、5万円くらいだっけ確か。で新幹線代、ホテル代ね、献金代、月5000円払わなきゃいけないっていう。アムウェイじゃないでしょ、月5000円なんだよ、クルが払わなきゃいけないお金。そう、月5000円で、もう親も親でさ、ねえ、大概親、毒親じゃん、クルちゃんの親。まあでもかわいそうっちゃかわいそうだけど、もうしょうがないよね。でもね、親アムウェイ、アムウェイは、あ、確かに、でもアムウェイのものはあったよね。あの LINE のやり取り普通ではない、あ、なんかあったよね確か。どこだっけ、ちょっと待ってな、これか、これか、これだな。みんな見える、これ見える、これがクルの親の実態です。これでいい？先日お願いした件ですが、と、3万円助けてください、それから6万貸してください、今年も車や作業服、工具など臨時出費が12万円、食費が高く節約もできなくなり税金が払えませんでした。ね、来るがやさぐれる。親は選べん。ねえ。ちょっとくださいね。で、さらにこれですか。うん、さらにこれですね。さらに請求されてます。さらに、そう、親が宗教団体にやっぱりお金をやっぱ使っちゃうから、お金がないんだよやっぱり。来るわ、こうやって親にガン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 お金を請求され、こんな親に渡しちゃダメだよ。だからリスナーさんのお金もどんどんこういうことに使われちゃうのよ。来るのリスナーさんもね、こういう宗教団体にお金が回ってるんです。ゼロマン当てにしてたんだよ親は。クルは自分のためにほぼお金使ってないんじゃない？離婚してないよ。離婚してない。これね。
送ったみたいだね。ありがとうございます。感謝します。くるみありがとうございます。おかげで国民健康保険料2ヶ月分と仙台市税金を納金できました。安心できたので少し落ち着きました。毎月3000円ため3万円、毎月3000円、10ヶ月かかるってことこれ。10ヶ月、いや6万だから20ヶ月かかるねこれ。クルの食費は月10万らしい。私も仙台。キャリーよりひどい返済計画ねえ、かわいそうに、リスナーさんのお金はくるみママのアムウェイの洗剤やシャンプーに変わるのです。そうです、あのリスナーさんのお金はそういったところに変わっていきます。だアムウェイ、アムウェイ、ゼロワンが払うって言った親はそれを見込んでる。親と縁切るのはねしんどいんじゃない、さすがに。うーん、親とすごいねこれは。宗教根こそぎ持ってく、いやー怖いっすねー。うーん、これ縁切らないと将来の旦那とかにも迷惑がかかるよ。そんなのは来るからしたら関係ないんじゃない、来るからしたらもう 親だからってね。うん、親だからと。で来るの現在の貯金額こちらになります。クルの現在の貯金額38,917円と。30歳、ただです。ただ皆さん、これは一種の数字上の詐欺です。この人ふわっちのポイントで持ってます。100万ポイントはたまってます。100万ポイント来るが言ってました。100万ポイント貯まったら下ろすって。100万ポイント貯まったら下ろすって言ってたね。投げ師と結婚するんでしょ、安泰じゃん、ね、金ないない詐欺か。でもね、男のね、投げ師さんっていうのは本当にお金持ってるかどうかマジ運だが、運ゲーだからね、マジでマジ金持ってるか持ってないかは。金ないない詐欺か。いやだからこういう風に見せてリスナーさんお金ないんですよと、母親からこうやってもうなんか なんていうの、もうガンガンやられててないんですよって。ポイント期限は半年だね、6ヶ月。ポイント税金かからないんだっけ？うん、税金かかるよ。時代がもう違うよね。もうポイントがもう、ポイントはちゃんと税金かかります。狛江と同じ金ない詐欺。今の彼氏と結婚したいじゃん。無理に決まってるじゃん。そもそも今の彼氏がバーテンダーなんだから。昼から夜までバーテンやってんだって、本当かよって話だよね。だってそんな、昼から夜までバーテンダーやる人いる？で週に1回しか休みがないと、でプラス朝から昼までね
そんなことをね、バーテンダーっていうかバーの店員だね、2人だからで、ね、やってるらしい。そう、昼からやってんだって。昼からお昼からそのバーをやってるらしい。もうゼロワンと戻ったらいいのに。自立で立ち直ればいいのに。ゼロワン助けてやれよって、お前が助けてやればよ。え、ゼロワンだって若い子と付き合いたいんだよ。あの人ロリコンなんだから。ゼロワンっていうのはペドフィリアなんだよ。若い子が好きなの、ゼロワンは。ゼロワンは若い子が好きなのよ。おばさん好きじゃないの、あの人。ね、若い20代前半が好きなんだよ。ね、俺はちょっとそれよくわかんないけどさ、俺逆に年上の方が好きだから。俺の場合金梅さん待って、まだ開始69分。若い子ばかりずるい？あの愛子みたいなこと言ってんじゃねえよ。愛子みたいな、私だって女なんだからとかって言って。69分ね、なんで96分になってんだよ。ゼロワンは若い女のデブが好きなイメージ。ねえ、早く終わるとオデリスが文句言います。中村くんも若い子好きでしょ。わかんない。でも若い子好きじゃないかも俺。だってさ、あのジャガイモちゃんっているじゃんね、ちょっとね、ちょっとね、仲良くしてもらってるんだけど、じゃがいもちゃんになんかその恋愛感情とかないもんね。この子かわいいっていうのも思わねえわ。佐々木蘭にもそうだわ。多分見た目が多分若い子が無理なんだろうな俺。なんて言うんだろう、おばさん系が好きなのかもしんない。アンナちゃんも結構そうじゃん。アンナちゃんも結構おばさん系じゃん、顔。どっちかっていうと。おばさん系、美人系っていうのかな、あれ。ピトちゃんとかさ、ピトちゃんとか無理だもん、俺。今来た金梅さんがどうした？金梅さん、遅くても10日間って言ったんだけど、明らかに10日間で出てこれるような状況じゃないみたいです。え、ピトちゃんめちゃくちゃ美人だよ。美人系じゃないよピトミは。お姉さん系でしょ。お前が老け顔だもんな。あのね、ちょっと待ってくれます。僕が老け顔どこがですか。最近さ、髪の毛がさ、なんか金髪になってきたんだよな。ほら見て、ちょっと待ってね、俺目嫌いだわ自分の。あったあった。浮いたん？最近その髪型流行ってんの？流行ってるっちゃ流行ってるんじゃない？やっぱり大学生に多いよねこの髪型。風呂入ったんか？見てこれ、明らか入ったじゃん風呂。俺風呂入ったよ、見てほら、お風呂。
めっちゃ入ったよ今日は。カバと中村の女の趣味は近い。そうなんだよ、せいじさんの好きな女と俺の好きな女大体同じなんだよ。そう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 、せいじさんの好きな女の種類と俺の好きな女の種類がマジで同じ。小学生の息子が小学生の息子がやりたいってそのパーマした。あのガキがこの髪型似合わないよ。ないるもんこの髪型のガキ、超キモいよ。生きってるというかさ、眉とか、眉とかはいいよね。だからね、やっぱり兄弟なんで隠すのさ。え、みんなどんな系が好きなの。誰、俳優、君たち女性でしょ、男性は誰、どんな男性、男性はどんな人が好き、女性はどんな人が好きなの。眉はあまり魅力を感じない。お前どこの上から目線で言っとんだ豚。なあお前どうせ家の中にずっと引きこもってる豚だろお前この野郎。28号違うか、やっぱりカバー眉が好きなんだ。私は太ってる人、コレタン。眉はか、竹内良心、小田切城、聞きたい、黙れてめえ、さっさと言え、いちいちそのプロセスいらねえんだよ。聞きたいよくいるわ女で、黙れ言え。忍法、病院行きな。山崎健人、駒井優也、ダメだ、ダメなやつがいるわ。タコシ、前の近くに引っ越したって嘘かと思ってたけど隠してないの笑える。顔がアンナちゃんで性格がひどんなさんがいい。奥村隆、田崎大輝、藤沢正嗣、里うさだった。でもさ、パルちゃんってさ絶望的なブサイクだよ。だってねえ、パルって、パルって衝撃を受けるレベルのブサイクじゃん。だって、フェイ以外、目黒蓮、朝倉、俺じゃん朝倉未来。パルはきつい。でも朝倉未来の鼻はさ、ナーボーだけどね、あれ完全に種族ちげえよ。あ、すいません。日野翔平、配信やってなかったらモテないよね。さあ残念無念、また来週。あの配信やっててもモテません僕。残念無念、また来週です。僕配信やってても全然モテません。引き取っても言われ続けるやめた方がいい。配信者も引き取っても言われ続けるからやめた方がいい。じゃあ教えてあげる、佐久間大輔様、誠治、藤木直人、もう誰が誰だか全く分かんないわ。中村って一途なの。一途じゃないよ、地図じゃないです。へえ、結局みんなイケメンか。死ねばいいのに。死ねばいいのに本当に。
中村芸能人なのに誰がタイプなの。いや俺だから芸能人知らないんだってマジで。芸能人マジで芸能人知らないんだって。わざわざ不細工な遺伝子選ばない。お前そんなこと言ってるから結婚できるんだよこの売れ残り。ブサイクって自覚あるの？なんそれをさ詰めて俺 何したいんですか。僕にそんな詰めてね、僕そんな詰められてる覚えないですが。わかる。おで旦那にしたいタイプ。あのさいい時だけ利用するってことでしょ。よくいるよね、なんか旦那にはしたいタイプみたいなね。それっていいように利用したいだけの女のさ、ちょっとあれでしょ完全にさ。ってことで配信終わります。ありがとうございました。ちょっと頭痛くなってきた。ってでもごめん、ちょっとモチベーション低下中。モチベーション、フアでは中村か雅子ここで優勝争い。おでまる、おでまるは寝るよ。ちょっとモチベーション低下中。なんか面白いことが、なんか面白いこと考えるか。面白いことをちょっと。する？なかなかね、なんか話すこともあんまないんだよな、実際。それがしんどいのよ。話すことがないのがしんどいのよ。話すことがマジでないのがしんどすぎる。感想までしない。そう、もう少しでワクチン。モテて配信時間短いな。ちょっとね、俺ねモチベーション低下してるとき配信時間が著しく短くなるんだよ。ちょい前のパルと同じになるな。いやでもどうなるんだろうね。いや俺もわかんない正直。またモチベーション上がってきたらいいんだけどね。キャンプ行く？行きたいねキャンプ。でも地面におでまるを置けないからな、まだワクチン、あの狂犬病までやってないからね。そう、トップグループの忘年会がある。なんかゆまるがやりたいやりたいってなって、別に俺たちとあんま絡んでもないのくせに、あいつ楽しいのかな。香川さんが言ってた爆投げ師が今月たくさん消えた謎を暴いて、ランが連絡を取り出そうにしていたよ。本当に？電話します。連絡返ってこないよ。だってあれ何なんだろうね、あの謎のさ、マジに何なの、あの謎の体力、あれクソつまんないからね。ちなみにあれ何が面白くてあれ見てんの、あの体力ゲーム。環状線一周とかさ、どうしてもゆまるだけは好きになれない。ひでママを忍ぶ会は行くの？ひでママを忍ぶ会？バトン始まって絶対俺だったらやんねえもんな。マジでやりたくない。
人とも丸々だった。出るな。え、いや俺が電話出るなってどういうこと。相手に言ってこいよ。それじゃなんだよ出るなって。ひでみなんだかな。山手線内回りと外回り。お前体力系配信者になるつもりなの。イーフェイ、イーフェイ何体力系配信者になるつもりなのね。え、うん、でもさ実際もしそのバクナゲシさんと たちとかがいなくなってるんだったらもう忙しいからじゃないの。もう11月年末だよ。もう年末、もう少しで年末でも21日だよ。忙しいでしょ。11月12月は特に。ミズニャンの方の携帯に電話してだって。だから、ね、ミズニャンの携帯電話ないの。俺持ってないの。フェイのところは録音もする。やだね、うん、やだね。髪型と色付き眼鏡って区長とタコを意識してんの。黙れブス滅べクソ柴田、滅んでしまえ、跡形もなく。バルス関係ないよ、そもそも関係ない。オワコン相手にしなくていいよ。なんで俺お前を相手しなきゃいけないの。俺がじゃあなんかフェイのさ、なんかないのこれ詰めてほしいねだとかさ、なんかそういうのがなんか最近ないんだよね。ねえ、そういうのが。あのカップルなんて相手にしなくていい。じゃあねー。ステューシーのパーカー2着買った。え、ダサくね今。俺ステューシーの新作のパーカー見たけどダサくね全部。トイレにガラス流したこと。詰めたところで認めそうなんだよな。いわゆるいつ退去なのか謎だよね。あいつ払わなきゃいけないんだって6万円ずっと。あ、ダッスーに本人通報してアーカイブ消させて。ダッスーが逃げたと昨日言ったからダッスー怒ってた。あー、なるほどっすね。はいはい、あいつ呼びしてた。でもみんなアイテム投げてくれないからみんなの言うこと俺聞かないよ、うん、どんなに言ったって俺はもうすね、閲覧が取れればそれでいいから。君たちがさ、アイテムを投げない、ただの投げてくれない人の意見だったら聞かないよ一切。あ、ペガコがボットさんを訴えて不起訴だった。あー、なるほどっすね。うん、なんかいち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 言ってくるけどもううるさいんだよね最近ね。これしかどんつく。小屋に業者を入れて片付けるって言ってた。いやそりゃそうだろ。
あの家はもう声マジで、あの家はもうそういう人たちが、もうプロの人が来ないとあれは片付けられないからな、絶対あれ。ボットさんこれから本気出す。ダッスが電話してもランに出なくていい、ランに出なくていいって言ってんの。あ、逃げた。なるほどね。金梅最新ポスト見てない。え、家に帰ってんじゃん。あ、違うわ。やば、金梅さんの最新ポストの自宅で倒れた日、もう。こうなってたんだ。危なかったね、でも本当。助けてもらってよかったね、金梅さんね。そっか、でも金梅さんはもう、ねえ。ボットさん、弁護士と刑事と民事で本気で行くって言ってた。いや、なんか1分前のやつで、金梅さんがその日倒れた時の映像って言って出てるんだけど、すごかった、マジで。おそらくボットさん、民事訴訟にすると思う。てかさ、もう、あれだよね、審判だっけ、ペガスコさんの。ペッサンの審判のやつはもう、始まってるんだよね。ってことで、さよなら。皆さん、また、気が向いたらやります。